前回のライフイズストレンジでは。てめえ舐めた口聞きやがってぶっ殺してやる。二度と近づくんじゃねえぞ。力のこと教えてくれ。マックス、何しに来たのよ。来ないで。来たら飛び降りるから。なんで巻き戻せない。これは誰にとっても気分のいいことではない。マックス、説明してくれないかね。よう、ワールド組の最中か。それはレイチェルのだ。なんでてめえが持ってんだ。言っただろ、もらったんだ。マックス、レイチェルを見つけなきゃ。何か手がかりがないか探そう。開けゴマ。よし、さっさと始めよう。マックス、ちょっとこれ見ろよ。レイチェルは暗い部屋の中、それが永遠と。これだ。あのね、レイチェルとフランクが一緒にいる写真があって、そういう関係だったみたい。レイチェルとフランクが。そんなの一言も言わなかった。なんで。なんでこんなことに。何もかもパパのせいだよ。そんな。私を置き去りにしてパパは死んだ。それ以来私の人生はクソまみれ。クロエ、やったよ。大成功だよ。ちょっと、ちゃんと聞いてるの、マクシン。何もかもめちゃくちゃだ。他には何が変わったの。マックスじゃないか。待ってて。クロエ、お客さんだよ。なんかちょっと不思議な感じだね。うん、でも楽しいよ。手紙くれて嬉しかったよ。みんなハガキぐらいしかくれないから。しかも羊皮紙の便箋ってところがマックスらしいよね。気取りすぎかなって思ったけど、イギリスの詩人みたいでいいでしょ。クロエには特別だよ。手紙の方が気楽だしね。あ、ごめん、今の嫌味じゃないよ。こういうのが気まずいから来づらかったんだよね。まあ、ぶっちゃけそうかも。腫れ物に触るみたいなのはやめて、普通にくだらない会話がしたいの。ちょっと待って、ほら見て、夕日がすごく綺麗。何アワーだっけ。
マジックアワー。マックスのおかげで一つ賢くなった。綺麗な写真が撮れるんだろうね。でもクジラたちかわいそうだ。私にちょっと似てるかも。まあ私は生きてる分マシだね。クロエはすごく頑張ってるよ。絶対辛いはずなのに。同情はよしてよ。そういうの間に合ってるし、パパは未だに私に車を買ったことを後悔してるんだ。事故のこと聞いてもいい？まだ話したことなかったね。どっかのバカが急に割り込んできて車が溝に突っ込んだの。その時のこと覚えてるの？全部スローモーションに見えて背骨が折れるのが分かった。体の感覚があったのはそれが最後。病院で目が覚めた時はもう動けなかった。そんな、ごめん、なんて言ったらいいか。いいの、私はまたこうしてマックスに会えただけで幸せなんだから。ブラックウェルの子みたいに姿を消してたらこうはいかなかったよ。誰のこと？新聞で読んだだけだから名前は知らない。家族は悲しんでるだろうね。なんだか子供の頃からは想像できない世の中になったね。雪だの日食だの、この世の終わりかも。そうだとしても私は未来は変えられると信じたい。そう思いたいけど私は希望と縁がないんだ。確かにいろいろあったからね。でもクロエと私が一緒ならきっと大丈夫だよ。こうしてると子供の頃に戻った気分。懐かしいな。クロエ、ごめんね。もっと早く会いに来るべきだった。私ひどいよね。親友なのに。マックス、来てくれただけで嬉しいよ。本当にありがとう。違うの、ちょっと鼻が冷えてきちゃった。そろそろ家に帰ろっか。クソ寒いもんね。ごめん、そういう言葉遣い好きじゃないな。そっか。すごいハイテク装置だね。独房みたいでしょ。でもパパとママにはすごく感謝してる。苦労かけてるから。そんな風に思われてないよ。そうかな。私のせいで散歩にすら行けないんだよ。時々わざと二人を怒らせて怒鳴りつける口実を作ってあげるの。バカみたいでしょ。クロエは本当にいい子だよ。素直で優しいし、辛くても泣き言言わないし。マックスが思ってるような天使じゃないよ。用を足すとこ看護師に見られたり、医者に物みたいに扱われたりして子供みたいに癇癪を起こすこともある。そんなの想像つかない。でもクロエは子供の頃から親思いのいい子だったよ。今日は本当にありがとね。あ、声枯れてきちゃった。そこの水取ってくれる？はい、どうぞ。ありがとう。そりゃ声も枯れるよね。こんなに喋ったの久しぶりだもん。それじゃあポッドキャストとかやってみたら？つまんない冗談やめてって。
ポッドキャスト？毎日ここに缶詰なのにネタがないよ。ごめん、ちょっと思っただけ。分かってる、気にしないで。でも余計なおせっかいだったね。大人みたいなセリフ、子供の頃は遠い昔だね。クロエは子供の頃の思い出で何が一番印象に残ってる？海賊ごっこしながら街中走り回ったことかな。懐かしいね。今でも海賊スピリットは忘れてないよ。どうかな、こんな海賊様になんないよ。そもそも船に乗れないし。マックスが乗せてくれる？みんなもう連絡もくれなくてさ。一番仲良かったのは誰？ミーガン・ウィーバーっていうマックスの知らない子。でも事故の後距離を置かれるようになって。もっと早く会いに来るべきだったよね。完全に私が悪いよ。でももう違う、過ちは正すから。どうやって？超能力でも使うつもり？無理するのはうちの親だけで十分だよ。二人とも元気？その今も相変わらず仲良くやってる？熟年カップルの心配？仲いいよ。私のことで大変なのに手つないでニコニコして、ほんと超ラブラブ。クロエはいいご両親に恵まれたね。マックス、二人にはすごく苦労かけてるの。医療費がすごくかかるのに保険も当てにならなくて。ちゃんと払えてるの？まさか。金額は教えてくれないけど調べればすぐわかる。年間の医療費はざっと100万ドル。でもクロエはプライスレスだよ。シャレじゃなくてね。つまんない。でもありがとう。まあ私も人のこと言えないけど、でも娯楽なら何でも揃ってるよ。子供の頃お泊まり会した時みたいになんか映画でも見よっか。うん。リクエストは？ブレードランナーが見たいかな。ラストは泣くけど。子供の頃プリスの髪型に憧れてたし。覚えてる。いっそ青に染めたら似合うよ。じゃあ早速見ましょうか。でもクロエ映画見てると途中で寝るからな。そうだったね。ちゃんと起きてるよ。マックスがいる間は大丈夫。会いに来てくれて嬉しいよ。ああ、DVD あった。言ってるそばから早速寝るとかひどくない？私と一日過ごして疲れてたんだね。確かにちょっと眠くなる映画だったし。あの主人公はレプリだと思う？ごめん、まだ頭が働かないか。こっちこそ爆睡しちゃってごめんね。大丈夫だった？ママとパパは寝落ちしないからね。朝から皮肉？誰かさんには負けるよ。昨日は本当
楽しかった。私も会えてよかった。子供の頃とはもう全然違うけど、でもマックスといたら海賊ごっこしながら森を走り回ってた時と同じ気分になれた。こうして一緒に過ごせるだけで私にとってはもう、またいつもの頭痛が始まったよ。2階のバスルームへ行ってモルヒネの注射器取ってきてくれる？注射器？大丈夫、最新式のやつで針も極細でさ、本当冗談じゃなくて持ってきてくれるかな。私が取れないように2階にあるんだけど、マックスなら階段登れるでしょ。待ってて。あった、クロエにモルヒネを持っていくことになるなんて。ありがとう、やっと楽になれる。でも失敗したら大変だよ。心配しなくても大丈夫、簡単だから痛くないし。分かった、でも何かあったらすぐおじさんたちを呼んでね。うん、大丈夫。最近痛みが増してるんだけど、今日は調子がいい方だよ。こうしてマックスと一緒に過ごせるだけで本当に幸せ。あ、ごめん、エモいしキモいよね。薬のせいかな。キモくないよ。他に必要なものある？あ、さらにエモキモで悪いんだけどさ、そこにアルバムがあるから撮ってくれるかな。子供の頃にマックスと一緒に撮った写真が見たいの。大丈夫、エモさなら私の日記に勝てないから。それにクロエと一緒に写真を見るなんて断れるわけないじゃん。見える？バッチリ。私たちこんなにちっちゃかったんだね。お人形みたい。うん、これは東大に行った日だね。パパにめちゃくちゃ怒られたよね、反省しなさいってさ。なのにクロエ笑うんだもん。うちなら感動だよ。ああ、これいい写真だね。海賊ごっこした時のだ。結局町を乗っ取ることはできなかったね。マックスならできるよ。懐かしい、パンケーキ作った時だ。この写真大好き。パパがこれを撮った日からまだたったの5年か。私には昨日のことのよう。だったらいいのに。うん、この写真もしかしてもう一度。あのね、私は呼吸器系が弱ってて、その回復の見込みはないの。お医者さんが話してるのを聞いちゃったんだ。私は死を先延ばしにしてるだけなんだよね。パパもママも私もこれ以上は苦しむだけ。
私はそんなの嫌だ。え？何が言いたいの？私ね、またマックスと一緒になれてもう思い残すことがないんだ。街を二人で駆け回ってた、何でもできた子供の頃みたいな気分をもう一度味わいたかった。今日その願いが叶ったよ。だからこれを最後の思い出にしたい。わかる？うん。でも点滴のメモリを11に上げるだけでいいの。クロエ、できないよ。クロエが苦しむ姿は見たくないけど、私にはそんな権利ないよ。私の意思だよ。私が許可してる。でもおばさんに、おじさんが。もうとっくにさよならは言ってある。でも望みを聞いてくれないの。マックス、お願い。ダメだよ、クロエを殺すなんて。何もしなくても私は死んでしまう。同じこと、少し早めるだけ。どうせ行くなら幸せな気持ちで行きたい。親友にその助けをしてもらいたいの。もっと別の形でクロエを助けてみせる。お願い、私を信じて。どうして？やっぱりマックスも私を見捨てるんだ。もう帰ってよ。来た瞬間から帰りたかったんでしょ。もう二度と顔を見せないで。私はもう二度と離れないって決めたんだ。おじさん、ごめん。パパね、最新のパソコンを買うんだ。フラッシュは平気だったかい？アルバム行きだな。もしもし、ジョイス。え？そんなに荷物が多いなら車で迎えに行くよ。くそ、鍵はどこにいんだ？汚い言葉いじたる罰金。罰金じゃなくて大学資金な。鍵は発見。こんなところにいたのか。あとワインの試飲会はダメだぞ。言うこと聞かないと。ママ特製のサーモンサプライズとチョコレートケーキはお預けだ。マックスはどうするかい？マックスはずっといるの？そうだろうな。今日のマックス絶対おかしい。もう会えないみたいな感じ。クロエ、本当にごめんね。なんとかしようと頑張ったんだけど、でもどうにもできない。ごめん。何の話かさっぱりだけど、元気出しなよ。私、マックスがいてくれて本当に嬉しいよ。親にも友達にも恵まれて不満なんて全然ない。一生友達だよ。大人になってもずっと一緒にいようね。お願い、何があっても自分を強く持ってほしい。私がクロエのそばにいなくても、私はずっとクロエを見守ってるから。いつだって味方だから。いつだって。